はい、どうも、サザヤンです。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。今年からですね、お世話になっております、はい、バレンティさんのブースに、来させていただいております。はい、ありがとうございます。お越しいただきまして、はい、とんでもないです。はい、まずはこれ GR86 の、はい、うちのデモカーです、バレンティの。いや、かっこいいっすね、はい、これすごいんですよ。カーボン見てください。これ何でできてると思います？西陣織。あ、知ってらっしゃいましたね。正解でございます。はい、そうです、西陣織です。そうなんです。京都の、はい、織ったカーボン素材の西陣織を使ってボンネットに貼ってあります。なるほど。ところどころ、まあ、柄違いの西陣織が貼ってありまして、まあ世界に1台1台ですよね。そしてこの塗装は、はい、なんと僕も尊敬してる、はい、フィットマンの岩田さんがです。もういつも僕が見させていただいて、岩田さん今日は何をって言うかね、はい、今日は何をって、ね、はい、始まりがね、僕すごい好きなんですけど、実もね、フィットマンさんのカメラ回したことがあって。あ、本当ですか。はい、今日は何をって僕が言ってるシーンあります、実は。マジっすか。実は回しました。すげえ、はい、なるほど。ちょっと話にそれちゃいましたけど。それました、ごめんなさい。それましたけど、じゃあ GR の話に戻しまして、はい、まず今回、そう、ここ見てください、めっちゃかっこいい、はい、今回発表モデルジュエルヘッドランプウルトラっていう商品になるんですが、テールランプ、装着いただいてると思うんですけど、あ、はい、D 番号にそれのヘッドランプバージョン で通常だとシーケンシャル、ウェンカーも標準装備、はい、で3連の LED プロジェクター、はい、あとキーレス操作でモーション点灯する機能がついてます。おー、はい、でこの、はい、LED のこのラインが、はい、本当他にはないデザイン、光が走るようなデザインになっておりまして、でウィンカー出すとシーケンシャルウィンカーで、はい、周りを見せつけるような光。感じ、僕実はGR86 にアイライン買ったんですけど、はいはい、もうこれをつけさせていただけるんだな、はい、アイラインいらないっす、ね、そうですね、アイライン入っちゃうと消えなくなっちゃう。大事なところが消えちゃうんですよね。そうなんです、そうなんです、ね、はい、いや、めちゃめちゃかっこいいですね、はい、で結構その、はい、あれですよね、はい、光量っていうか、はい、光も明るいですよね。あ、もちろんちゃんと車検通るかなりカットラインもスパーンって出ますので、はい、バッチリです。さすがです、はい、まあ、そこはもう本当光物のプロですからね、はい、そこがしっかりと話してください。ありがとうございます、はい、されてますね。でこれもう一つ機能がありまして、はい、GR86 でも上の方のグレードになるとこうコーナリングランプでヘッドライト動くんですけど、はい、これちょっと動かないんです。動かないんですけど、ここに見ていただけます。ここ。ここなんかありますね。コーナーリングで光るようになってます。はあ、はい。コーナーリングランプと同じようになる。はいはい、ここ今日はウィンカーを出したらここは光るな。純正の機能も音なせずになってると。はい。重宝する光がちゃんと出ると。曲がるとき、なるほどですね。ウィンカーで連動する感じですか。はい、ウィンカーの連動と、で今ちょっと設計開発してる部分があるんですけど、ステアリングの打楽で、パッとパッとパッと光る。打を入れたら、はい、感知して光るんですか。はい、すごい。純正のその配線から持っていきまして、センサーから。すごいですね。はい、これも考えてますんで。ちょっと考えられない。すごい、はい、いや、すごいですね。はい、それって、はい、他ではない。ないですよね。この機能は、はい、初、バレンティさん、はい、初です。社外の GR86 用のヘッドランプで、コーナリングランプ付きは初。初、はい、何でも初め、もう一番がやっぱり、はい、最高ですからね。一番最高です。はい、いや、素晴らしいです、本当。ちなみに今、ウィンカーつけたら、はい、光るわ。光ります。光らしていきます。お、光った。光りました。はい、それを、外側へ照らす。この辺を照らす。はい、照らすように。この辺を照らす感じなんですよね。暗くて四角の部分が見えてくると。はい、重宝する機能です。素晴らしい。はい、しかも、かっこいい。ありがとうございます。もうデザインはこだわってますんで。そうっすね、すごいですよね。はい。はい、レンズはクリアで、中が黒いです。はい。なので、純正よりもより引き締まった感が。出ますので、確かに、はい、そうですよね。ちょっと変わったイメージで、で今一応発売予定が大体いつ頃になるんですか。まもなくですね。まもなく2月3月2月3月ぐらい、はい、です。皆さんと楽しみにしておいてください、はい、ぜひ、はい、お願いします。そして次が次にここの流れでいくと流れでいくと純正ではついてない部分があるんですよ。
純正なドアミラーウインカーっていうのが存在してないんですね。はい、できちゃいました。ドアミラーウインカー、白い部分はデイライトテント。なるほど。で、今ウインカー出ちゃってますけど、ウインカー切るとウインカーの部分も白くなる。はい、白く光る。じゃあもうフロントのヘッドライトと同じ原理ってことですね。同じ原理、はい、シーケンシャル機能があります。これは被せる、はい、そうですね、丸ごと外して被せる交換です。はい、昔あった貼り付けタイプではなくて、はい、丸ごと外身を交換して配線を全部ウインカー線だとかデイライト線、常時電源を引っ張ります。引っ張って、はい、引っ張って。完成度すごい綺麗です。ありがとうございます。ただ残念なこと、この西陣織は、そう、今回オートサロンに向けてちょっとコンセプトって形で西陣織を貼っちゃってます。貼っちゃってます、はい、西陣織貼っちゃってます。で、製品化しているものは、はい、白色、ホワイトと、ブラック、ブラック、あと素地、はい、でレンズの色も選べまして、ここ今日はスモークレンズがついてるんですけど、クリアレンズも2種類選べるように。なるほど、はい、いやこれは本当あれですね、はい、皆さん欲しがりますよね、はい、そそるアイテムかな。そそりますよ、はい、なのでこれの生かせる部分がこういう風にオーバーフェンダーにしちゃうと、はい、ここにサイドフラッシャー、サイドマーカーがあるんです。ウインカーが。そうですね、そうですね、純正で、ね、競技車両とかで結構膨らましたりしてる人おると思うんですけど、はい、あの速報のウインカーとして成り立ちますので、これで公認受けられちゃう。あ、公認しとくカーなんですね、これで、はい、ウインカーなくしたとしても、なくしたとしても、はい、すごい、はい、で、あの通常のフェンダーでウインカーがあってもここをつけていただいても車検は対応なので対応になってる、はい、大丈夫。あー、いやーすごいですね、はい、これは。で、まあお隣にはちょっと、全くあの僕には手が届かなそうな車が、はい、はい、アベンタドール、はい、アベンタドールですよね、はい、これもあのテールランプが、弊社の商品が入ってる、はい、ついてます。ちょっとじゃあ前からこうぐるっと回りながら、あ、ぐるっと回りながらこう行きましょうか。はい、どうぞ。あ、岩さんどうも。岩さんどうも。岩さん、僕は1年前に僕ご挨拶して。あ、覚えてる。覚えてます。やった、覚えてる。超嬉しい。岩さん、今日は何をで、うん、僕の動画でもちょっとやってもらって、さっき冒頭で僕レースやってるから。あ、やってます、やってます、人、はい、覚えてます、覚えてます、はい、名前は、笹山です。あ、はい、ビットアンド岩田です。どうぞ。岩さん、今日は何を。バカにしてる。いやいやいや、尊敬してるんですから。あ、うちと一緒のカメラだ。あ、本当ですか。はい、やっぱりあの尊敬してますから。知らんかったよ。で、まあ僕もあの本当縁、あのご縁ありまして、あの今年からバレンティさん、あのスポンサーしていただいてるんですよ、はい、D1 車両に付けていただいてます。テールランプ、はい、おー、シーケンシャルウィーカーとの際の、はい、で、フロントのヘッドライトも製品化したらまた付けさせていただく、はい、付けていただきます。はい、はい、それで僕もう本当バレンティさんの製品かっこよくてすごくいいんで、あのどんどん宣伝してください。はい、はい、宣伝させていただきます。お願いします。こちらこそお願いします。で、この車乗ってる時の動画もしっかり僕か確認してますから。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、もうたまたまというかいてくださったんで、いたらラッキーだなと思って、はい、本当よかった。しかも俺ちゃんと覚えてました。覚えててくれました。でも名前忘れてましたよね。笹山です。笹山で、笹山、はい、笹山、笹山、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アベンタドール、こちら、こちら、はい、回っていただいて、で、これ、この車のエアロはまあ、ちょっと車をエグゼさんっていうスーパーカーショップさんからお借りしてるんですけど、はい、リベルタっていうエアロを新しくリリースされまして、はい、これもともと LP700 の通常のランボルギーニアベンタドールになるんですけど、 SVJ 風のエアロ、エアロになってる、はい、もうパッと見わからない、うん、新しいランボルギーニ見えるエアロがついてます。いや、僕もそう思いますよ、はい、でもなんか中身、あの内装もなんかハニカムみたいな、こう、柄になって、内装もカスタムされてて、カスタムされて、はい、あの張り替えてますね。すごい綺麗ですね、はい。で、やっぱりここまでカスタムされてる車の仕上げが、はい、仕上げが後ろ、やっぱりここなんですよね、はい、そうなんです。仕上げがこれ、はい、そう、いや、めっちゃかっこいい、はい、
フル LED ですごい、全部 LED です。でシーケンシャルウィンカーが搭載、はい、でこちらもキーレスでモーション点灯する機能がついてます。はい、開け閉めで光が光る、走る走る、はい、いやなんかすごいですね、はい、洗礼されたこのデザインっていうのはやっぱり、はい、この車の形に合わせてやっぱり考えられてる。あ、もちろん車に合わせて、まあ、車内のデザイナーがデザインして仕上げていくんですね。やっぱり金型彫ってこのアベンターのなんかこうちょっとこうカクカク感がやっぱり表現されてるのかなって。そうですね、元々のアベンター感は 殺さないように仕上げてありますね、はいはい、なるほどね。そういや、やっぱりあれですね、車の仕上げはやっぱり後ろ、はい、テールですね。テールですね。テールで決まります。ですね、本当に。でこれレンズ色も赤レンズとスモークレンズ。スモークと、はい、2種類。ちょっとあれですね、ランボルギーニアベンタ乗ってる人はぜひこの製品をチョイスしてもらいたいですね。はい。はいはい、で他でおすすめのいっぱいありますよね、なんかね、今日はもうバンとやらさせてもらってるんで。めちゃくちゃ広いですもん。バレンティブランドの商品全部。あるんで、まあ一通りファーッと歩きながら見ていただければなと思うんで、ぜひお願いします。はい、すごい。はい。わ、はい、ーっと、はい、わーっとね。そう、ファーッと広がる光なんですよ。演出がすごいですよ。はい。ジムニーとかもあるんですか。そう、ジムニーもございます。へー。ジムニーもありますし、軽トラのハイゼットもあります。ハイゼット。ハイゼットもあります。はい。これ今これ飾ってるの現行型用になるんですよ。へー。はい、はい、でちょっとこれつけた軽トラ乗りたいなぁすげえブレーキ来るの楽しみだこれ、はい、ブレーキもきらびやかに光りますね。すごいっすね、はい、これ現行のノアボクシーあったりとか、ね、サンバルアルベルの一応あの40の現行型も開発進行中なので。早い、はい、頑張ってます。もう現行型が開発されてる、はいはい、まだちょっと発売には至ってないんですけど、あの頑張って作ってますんで、ハリアーを買ったりとか、はい、現行のハリアーラブ4、はい、人気車種ほとんど、ほとんど、はい、ありますよね、はい、ランクルプラドもあったりとか日産のキャラバン、はい、キャラバンで鉄板のハイエースシリーズ、ハイエース、はい、ハイエースだけでももうすごい種類ありますんでね。そうですね、はい、こんな種類あるんですね、はい、あるんですよ。やっぱり光、あ、この LED のそうですね、あのデザインが全部違いますんで、まあ、お客様の個性に合わせてお選びいただけます。ちなみに僕もハイエースはレース の、はい、あのトランポとして使ったりするんですけど、はい、人気が一番あるデザインってやっぱあるんですか。あ、はい、やはりありますね。ありますか、はい、じゃあ僕が選んだのがそこに行くかどうかっていうところをちょっとやってみたいんですけど、はい、僕は、うん、これが一番好き。あ、この縦のデザインですね、はい、これも人気商品で、人気商品、はい、一番人気はあ、でも 1,2 を争いますね。この横に走るデザインもこれかで、これでね、悩んだんですよ、はい、お目が高い。なるほど、お目が高い、はい、お目が高いでございます。お目が高いいただきました。よかったです、はい、ありがとうございます、はいはい、というような形で、はいはい、今日はですね、東京オートサロン2024の、はい、バレンディさんのブース、はい、ご紹介させていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、皆さんもぜひLED のテールランプ、ヘッドライトを選ぶなら、はい、バレンティさんでお願いいたします。ありがとうございます、はい、それではまた皆さん、はい、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。